感想戦の前にちょっと、お二人今回お話伺わせてください、まあ、語りました菅井八段、まあ、今日の将棋振り返られてどういう将棋だったと感じられますか。はい、そうですね、少し指しやすい局面もあったと思うんですけど、ちょっとその後に間違えてしまったかなと思います。はい、間違えたというのはどうなったんですか。そうですね、2五桂と跳ねられた時に、はい、ちょっと2六馬ではちょっと負けかなと思ったんですけど、はい、ちょっとあそこはすごい大事な局面だったんです。その後じゃあ好転したのどうだったかというか。ああ、そうですね。あ、でもちょっと、いや、本当にちょっと一番最後までちょっとよくわからなかったです。まあ、あの三連射選択されて、まあ、高見のにされましたけど、連中とかはいかがですか。あ、そうですね、まあ、少し変わった形ですけど、はいはい、まあ、一応こういう将棋も、はい、まあそうですね、まあ、一応、まあ、自分としては経験はあったので、はい、まあ、はい、いい勝負かなと思ってました。まあ、自陣に馬をつけた73手目の3七桂に同馬同金2択あったかなと思うんですけど、これ同馬っていうのはやっぱり飛車を活用したいというと、そうですね、形は同金なんですけど、はい、ちょっと、そうやるのでは2六馬と引いた手があまり意味がないので、はいはい、ちょっとでもあの辺りの数手で苦しくなったのかなと思ってました。その後、まあ、割と一直線の寄せ合いになったかと思うんですけど、じゃあそのあたりはあまりご自身では自信がない、生産のない感じだったんですか。そうですね、まあちょっと、まあ、まあ自分の方としては仕方ない仕方ないという展開が続いてたので、はい、まあ、若干負けかなと思いました。でもさっきおっしゃったようにその最後の最後までというところ。あ、はい、そうですね。あ、そうですか。はい、現状あの、まあ、プレーオフ以上が確定したということになると思うんですけど、まあ、その結果、まあ、初挑戦に向けてというところもあると思うんですけど、今の現状のお気持ちとしては、まあ、今日こういう激戦を語られていかがでしょうか。はい、まあ、まあ、そうですね、まあ、本当に自分としては精一杯頑張るだけかなと思っています。はいはい、ちょっとお伺いします。序盤の進行とかあれが残念ですが、あの、あらかの馬に決まりまして、まあ、そうですね、ちょっと5号が見えすぎてるので、5号で、はい、まあ、ちょっと穴熊に組んだ後、序盤の構想っていうのが難しかったかなと思いますね。まあ、一局だと思います。はい、はい、はい、じゃあ、その後、まあ、まあ、形勢に揺れるというか、好転されたところもあったかなと思うんですけど、その意味では何かこう、嬉しいだから、みんな。まあ、そうですね、ちょっと4二銀引いて4五歩っていう、はいはい、まあ、そういう組み立てでやってたんで、はい、まあ、ちょっと遅い作りなんですけど、はい、まあ、どうなのかなと思って、はい、いや、ちょっと確かに3五歩、4六歩って3五歩ついた局面はちょっと自信なかったんで、はいはい、ちょっとそのあたり前の段階でもうちょっと工夫しないといけなかったですね。好転したと思われた局面。そうですね。いや、ちょっとよく分かんなかったんですが、3五歩に
まあ、自分の読みは4四歩だったのでちょっと7一角なら、はいはい、まあ駒損ですけど、はい、ガリガリやって結構際どいのかなと思ってたんですけど、はい、まあそうですね、最終盤で、はい、なんか4六角成から5七金のところは、はい、そうかなと思ったんですけど、はい、ちょっと6七竜の局面が、うん、ちょっとよくわからなかったので何かあったと思うんですけど、まあ、局総括されて本当の感じに、そうですね、まあちょっと第三見飛車に対して、はい、まあちょっと珍しい考えかもしれないですが、はい、まあちょっと5五歩伸びすぎちゃってるので、はいはい、まあその辺りが、はい、まあ、ちょっと序盤の構想はよく分からなかったんですけど、まあ、ちょっと最後は何か口を伸ばしたような気がしますね。いいですか、大丈夫です、はい、はい、すみません、ありがとうございました。どこかでいるんですか、まあ、